業界の内職とて捨てたものではないでしょう。あなたもようやく我々の教えに耳を傾ける気になりましたか。引き続き祈りの心を損なわぬようにお願いいたしますね。あの懺悔室でのことはよく覚えています。いいえ、神父様を語って告白を受けたわけではありません。あれは単なる遊びの延長に過ぎませんでした。彼女もこれが遊び半分であることは承知していたようでしたから。どんな料理が好きか、どんな歌手が好きか、本は読むか、それならおすすめのタイトルがある、そんなたわいのない話に興じました。やがて私は聞きました。彼女がどうしてこの村に訪れたかについて、今思えばデリカシーのかけらもない質問です。彼女は言いづらそうに言葉を濁しながら自分が難民の子であることを告白しました。村からさほど離れていない仮設住宅で暮らしていること、このまま冬を越すことを考えると憂鬱になるといったことを私は聞かされました。半ば口から出任せで私は答えました。村役場には使われていない倉庫がある。暖房が効いているし施錠だってろくにされていない。どうせ持て余している一室だ。誰が困るわけでもない。子供心ながら見栄を張ってみたかったのでしょう。恥ずかしながらあまり友達が多い方ではありませんでしたから、さしたる疑問を持つこともなく私は言いました。お茶菓子を持っていくから今度はそこで待っていてくれと。今度はそこでおしゃべりの続きをしようと。聖職者気取りで私はそう約束を取り付けました。彼女もその時は喜んでくれていたと思います。そして数日後、私の村は生ける屍で溢れ返りました。彼女が意図せず持ち込んだ例のウイルスの感染拡大によって。それが貴様の動機か。エミリー聞こえるか。今信用部に到達した。了解しました。例の保管庫はすぐそこです。ですが、察しの通り、大行なゲートに阻まれている。ロックの解除を頼めるか。はい。それでは行きますよ。タイミングを合わせてくださいね。せーの！よし。電子認証はパスしたらしい。お次は何だ。生体認証の照合をお願いします。虹彩、指紋、静脈、各種機器がコンソールに揃っていると思いますので。
るわ。行こうかシスター。ええ。ひどい匂いだな。グローブ。得意の魔物になりきれず、かといって人にも戻れることなく、生理機能の赴くままに前動し、近寄る者に反射的に攻撃するだけの肉塊。資料には目を通していたが、実物を見ると圧巻だな。ここまで巨大なブロブが実在していたとは。これほどのものであれば、希少個体として収容されたことにも納得がいくな。そして彼らは決して殺せぬという三国の実験結果に対しても、焼却、冷凍、薬物投与、殺処分にはありとあらゆる手段を試したそうだが、いずれも失敗に終わったそうだ。致死的な環境変化や干渉があった場合、極端な低代謝状態に移行し延命を図る。そうした可視化に加え、驚異的な再生能力を合わせ持っているらしい。CD ウイルスの産物としては、あらゆる面で規格外だ。そのエネルギー源が一体何なのかも、未だに把握はできていない。生物である以上、無限であるはずはないんだが。彼らが熱量学的にどういった理屈がつけられる存在か、ここであなたと議論するつもりは毛頭ありません。確かなのは、彼らもまた正しき死を与えられるべき、れきとした人間ということでございましょう。命令からは、貴様らの術は著しく安定性を欠くと聞いている。それを踏まえて聞くが、貴様はやると言うんだな。ブロブを死に至らしめるための儀式とやらを。我々が死より賜った秘跡です。小手先で、主の見業を模倣した低俗なサルマネとは一線を画す無になる典型に他なりません。霊連やあなた方異教徒の下法と同類かのように扱われるのは心外です。奇跡だろうが奇跡だろうが何でもいい。貴様が奴を殺せるというのならな、なるべく手短に済ませるように。わかりました。手出しは無用です。彼らはここで導きます。私がこの手で。はい、ミス・ラマレク。我らは死して蘇る精霊の共柄、父とその子を信ずる限り、我らの命はまた灰となりてなお生くるのだ。
だから近づくと攻撃されると言っただろう。注意しろ。何をしてくるかわからんぞ。自分の身も守らないで何を考えている。死ぬ気か。もうそれ以上奴を刺激するな。今そっちに向かう。控えられよ。異教徒の手出しは無用と申し上げたはず。なんだと。エミリー、応答してくれ。ブロブがおかしな反応を見せている。鎮静剤の投与。はい、今。おやめなさい。しかしこのままではミス・ラマルクが。私が何のためにこのような地の底にまで足を運んだか。マルグリット、クソ、何を考えている。待ってください、ミスス。ブロブの傷が。まさかあの傷、再生していないのか。肉の檻を全て剥ぎ取るには浅いようで。生物兵器、あるいは魔族に刺激される生ける屍。そのほとんどは理性と感情を取り落とし、てどなくさまよい続ける方がほとんどです。目の前の彼らも同じです。変異の希少さに目をつけられ、ここでこうして英語の牢獄に囚われ続けている。我が種の慈悲はこうして苦しみもだえ続ける彼らにこそもたらされねばなりません。真似を。儀式とやらを済ませるならさっさとしろ。そうは神の子の末裔、婿にして敬虔なるかの者らに、どうか哀憐なる慈悲と祝福があらんことを。我らが主、我らが精霊によって。被害者のものか。遺骨の DNA を割り出せば個人の特定につながります。これを正しく弔い、その死を遺族の皆様にお知らせするまでが我々の責務。さて、我々の秘跡と私の動機はこの場でお見せした通りです。今度は特務中隊、そちらの正義が欺瞞でないことを
私に示していただきたいのですが。なら、そうだな。少し我々の主権を聞いてもらうとするか。エミリー、データを送ってくれ。主権、ですか？端的に言うとだ。貴様ら教団が目の敵にする生物兵器と、我々や米連が尻拭いに追われる CD ウイルス。厳密には似て非なる代物という可能性が浮上した。続けなさい。感染者を即座にゾンビに変える CD ウイルスと異なり、このブロブをはじめとした特異な変異体を生む突発的なウイルス災害は、十数年前から継続的に発生が報告されている。そもそも、CD ウイルスが実用レベルにまでこぎつけたのは、つい最近のことだ。機密保持の観点から、臨床試験が適当な片田舎で行われるはずもない。辻褄が合わない。あなたがそう判断するに至った根拠は？これは、ブロブ。かなり小型のようですが。つい先日、関東近郊のある都市で、呪術的な大規模災害が発生した。その現場で発見された、行方不明者の慣れの果てだ。犠牲者の体組織内からは、未知の RNA を有した新たなウイルスが発見された。信じるも信じないも貴様次第だが、使用された生物兵器を、我々はカースドボムと呼んでいる。CD ウイルスのアーキタイプに、魔術的なアプローチでの改良を施すことで、異なる系統での感染を見たとされる、大量自殺兵器だ。ウイルスを媒介に、自主的な呪いを刻みつける。なるほど。荒唐無稽なお話です。決まりは悪いだろうが、これに関して米連の非を問うのは非合理的だ。我々や、貴様ら教団が追うべき敵は他にいる。呪術的災害とおっしゃいましたね。対応事後の資料をいただいても、呪いとやらがどのような機序で働くかも調査が必要です。驚いた。異教徒のたわごとを鵜呑みにするのか。たわごとであれ何であれ、確かな誠意を無下にするほど、我々教団はぶしつけではありませぬゆえ。どうか夢、そのこと誤解なきよう。